なんとコラボということで、なーせごんにゃーママキーチババいやー飛びすぎです飛びすぎですねラッキーかよなんだようまいナイスナイスショー人生初アテレコやります。6番ホールまでにマッチプレーでライオンさん4アップ僕の4ダウンということで、もう7、8、9をやるまでもなく勝負がついてしまったので、マッチプレー自体は6番ホールで終わりなんですけど、この7、8、9番ホールシゲガレージをお送りする回は泣きの3ホールということで、ライオンさんとライオンさんに付き合ってもらって3ホール勝負やることになりました。はい、でこのホール右にドッグレッグで338ヤード、本来であればドライバーで直接狙いに行くんですけど、ちょっと木が邪魔で狙いに行けなかったので2番アイアンかなんか持ってティーショットしたんですけど、これもまたミスということで、そして左足上がりで難しいラインだったんですけど、こんな感じで結構いいんじゃないみたいな感じで打って様子見てますね。で、ライオンさん、見てください、これ。見ました今の。シャローイングって言われる、最近、なんか、流行りのスイングなんですかね。この練習をし始めました。もう、勝負関係ねえって、もう、シャローイングをやったんですけど、ちょっとミスったのかな。はい、で、アプローチも、こんな感じで、もうなんかね、適当というか、はい、ここにはね、理由があって、見てください、グリーンの奥を。もう、日が暮れる、ところで、ああ、僕もやりましたね。もう、最終組で、日が暮れちゃうから早く回ろうっていうことで、なんかこう、二人とも、急がなきゃが勝ってしまって、ちょっと適当というか、気が抜けてしまってる感じになってます。ただ、勝負は勝負なんで、ちゃんと寄せます。はい、あーって言ってますね。わかります？このカメラマンもなんかちょっと急いでる感じが伝わりますね。ライオンさん大きくオーバーして外しましたね。これで僕が入れればこのホールイーブンですかね。ライオンさんはしっかり入れてきて、これはさすがに入れるでしょう。はい、やりました。シゲナブやってます。はい、もう最後ね、返しね、もうマナーの悪い。やっちゃいましたね、これ。これでもう気の抜けた7番ホールでしたけど、この後8番ホールに行くんですけど、奇跡的に音が回復します。8番ホールは左にドッグレッグの302ヤードを、僕は直接ドライバーでグリーン狙いに行きます。もうね、見せ場が一日中なかったんで、ここも乗せるしかないだろうつって、本気で乗せに行きました。さあ、シゲチャンス？シゲチャンスですね、これは。おー、ナイスショー！これはいった！頼む！すごい！うわー、行ってみよう！行ってみよう！これはおもろいよ！これは行ってる可能性ある！ナイスショーしたね。ナイスショー！ナイスしましたね。気持ちいい！人の球でこんなに飛ぶねー。ありがとうございます。飛ぶわー。まっすぐ行けばなんですけどね。ほんまやわー、ほんまやわあ、これ俺。え、ちょっと行こう行こう、行きますか。行こう。うわ、え、ない。うわー、こぼれてる。やこやー。おー、すごい。うわ、えぐいとこ切ってる、ほいでこんなグリーン、うわ、オーバーすごいよ、シゲチャンスいやー、これはすごいすごい。
なんとか取れました。あ、いいやつです。くらって。シゲチャンスが。くらって。シゲピンチ。シゲピンチ。ちょっと。セカンド。まあ、パーでも全然。そうですね。はい、まあ俺バーディー取るけど。うん、垂れる。止まれ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 。微妙な。いや、やっぱ早いよな。キャー切れた。うわー、止まって。うーわー。はいやー。うわー、植え付けたらこれ嘘でしょ。うまいなぁ。うまいなぁ。パッと言ってるね。ナイス。よしよし、まだまだ続けられる。ありがとうございます。あ、まだ続けられる。心配ないさーですね。あーってなんですか。はい、最初グーですか。まあそうですね、しっかり収まろうとしよう。このここですね。心配ないさ、心配ないさ。おー、いいいいいい、大きくやればいい。そうそうそう、いい声出てる、はい、いい声。やってもた。うん、出てきた。どこ。フェアウェイど真ん中です。あ、ほんまや。あ、うわー、やりすぎた。ロマンゴルフは貫きますからね。確かに。最高、やばい、突き抜けたかも。ちょっとフェードっすね。ちょっとね、ドローしてないっすね。あ、ちょっとカシャって言いましたね。行きました。まあ行きましょう、行きましょう。残っててほしい。飛びすぎの可能性あります。しかも最後の最後に来てちょっとフェードした。はい、シゲアテレコ再開です。すいませんね、さっきまでまた撮れてたんですけど、なんかね、9番のセカンドからまた音が取れなくて、で、さっきライオンさんから心配ないさレクチャーされてたじゃないですか。あれはですね、この3ホール、7、8、9番ホールで負けた方が罰ゲームで心配ないさを全力でやるっていう、で、同点だったらっていうので、僕はね、負ける可能性大だったんで、まずレクチャーしていただきましたということで練習してました。で、あっという間にここまで来ましたけど、僕が2オンしてこの位置につけました。このホール取るチャンスですね。で、4打で沈めて僕がこのホールを取りました。7番ホールはライオンさんが取って、8番ホールドロー、9番ホールはね、なんとか僕が取りました。あー、なんとか、よかった。もうほんとね、最後の3ホールぐらいはなんかちゃんとゴルフになったなっていう感じでしたね。ライオンさん本当に優しい方で、本当に僕としてはすごく貴重な時間になりましたし、すごく楽しい時間になりました。今回は僕のボロ負けという形で終わったんですけど、ライオンさん本当にいい方で、来年またじゃあ出直してきてくださいということで、リベンジマッチやりましょうって言ってくださいましたので、もしかしたら来年リベンジマッチが実現するかもしれないです。はい、それでは最後に全力心配ないさやります。心配ないさ。ありがとうございました。人生初アテレコも聞いていただきありがとうございます。それでは皆さん、ごきげんよう。